もしもーし。あ、サメ島さん、ごめんなさい。今、家に戻りました。はい。はいはいはい。おかえりなさい。お疲れ様です。お疲れ様です。どうします企画。どうしましょうか。もう単純に。はい。そうだな。もう本当、死なない程度の企画だよね。なんで基準が死ぬ、まあ、多少。うん。まあ、多少体欠損してもいいじゃん。あ、お疲れ様です。はい、お疲れ。それ。昨日ありがとうございました。あ、昨日ありがとうございます。いえいえ、もう本当に無茶させてごめんなさい。いやいや、全然大丈夫。だまあアメリカ人は今回まあね、ちょっと無茶させられないので、暑さとかもあるので。うん。はい。だまあ和道がまあ欠損ぐらいはいいじゃん。手なくなるぐらい。まあまあまあ指なくなるとかぐらいはまあ、その程度ならね、まあ、逆に命あればと。人の指を何だと思ってるんですか。まあ、俺のじゃないし、別に。ねえ、アメリカ人な。ああ、黙ってスパーリング、やっぱ僕が言わんかった方がよかったですね。スパーリング見とった方が手がなくならないで。いや、大丈夫だよ。別にスパーリングぐらい手なくても大丈夫だよ。まあ、そうっすね。うん、どんな企画にしますで、内容とりあえず、ステゴロ終わってからでよくない企画。あ、全然全然。やっぱほら、手なくなるの、捨て頃前になくなったらちょっとね、ベンちゃんに怒られちゃうから。え、ちょっと待って、捨て頃後でも僕手なくなるの嫌なんですけど。でも、後とか前とかの問題じゃなくて、僕手なくなるの嫌です。あ、そっか、前後の問題じゃないのか。じゃないですね。はい、なるほど、はい。まあ、注文が多いな。だ例えば、はい。はい。そう、まあ、例えばね。うん、あのすごいフルスロットル、フルアクセルの車のタイヤの動きを止めるとかね。はい、何でですか？手で。手で？うん、あれは捕まるんですかね。あの、うん、なんだっけ、モグラの歌であったんですけど、漫画の。はい。はい、あの車の、何ですか、前はボンネットっていうんですかね。はい、ボンネット。はい、ボンネットに、あのまあパンツは履いていいことにして、パンツ履いて、はい、大の字で寝て、あの洗車機で体洗うとかは捕まるんですか。やばいな、店側からねすごく苦情来そうだね。あ、苦情が来ますかね。うん、あ、 OK、 いいこと考えた。はいはい、和道は、はい、あの車を洗車してあげるってサービスを1万台は、まあ、100台でもいいや。あの、スラム街でもそんな子供いませんよ、多分。そっか。はい。やらしてくんねえよな、多分な。そうですね。あと、ちょっと気になってるのが、なんで、はいはいはい、その、死ななければ大丈夫とか、逮捕されなければ大丈夫が基準になってるのか全然わかんないです。まあ、でもほら、問題ないじゃん、その程度なら。問題あるでしょ。何が？笑えなくなったらダメじゃん。いや、笑えないですよ。サメ、あの、ちっちゃい小型のサメっていくらぐらいで買えるんですかね。サメ、うんうん、お風呂の中に流して、うん、入ってみるっていう。あー、いや、まあ、うん、そうね。やっぱサメ食べますかね、人間。食べない、食べない。食べないですか。あの、人間っていうか、あの、なんていうの。その人間を襲うサメって多分ね、2、3種類しかいないんだよ、世界で。あ、そうなんですか。で、しかもそれも稀なんで、稀。あ、そうなんですか、ね。アザラシとか、と間違えて襲ってるから、サーファーとかを。あ、なるほど。やっぱ、サメに、サメに詳しいですね。いや、サメに襲われる配信とか。サメに襲われる配信。だって、わざと取り引きとか。言うのはいいけど、言うのはいいけど、予算4000円とかでやろうとするじゃん、うん、サメ島さん。それは低予算だよ。うちはね、ほら、弱小の例ね、言っちゃえばそういう会社だから。サメ島企画、ちょっと予算が少なすぎるんですよ。そう、サメ島企画はちょっと低予算なんで、はい、サメベックはちょっと予算低い。サメそう、めっちゃ低い、ちょっと。いや、だから歩くやつでいいじゃん、100キロの。いやー、100キロじゃんな。感情系はどうには簡単すぎるかなっていう。いやいや、難しいでしょ。簡単だよ。和道2話って何？和道だったら多分10時間ぐらいで終わらすよ。100キロ。いや、終わんないですよ。じゃあ、もっと過酷なのがいいの。何を言ってんすか？和道が泣く姿を見たいんだよ。もう結構泣いてますよ。聖剣好き1万回やったりして。山の線も泣いてたし。泣かないかな。
なんで俺を泣かせようとするのかわかんないです。なんかないかな。何ありますかね。何がいいかな。5000円だけ持って、うん、1週間ジャグラー生活で、それ、そのジャグラーで買った金以外、ああ、なるほどね。なるほどね。禁止みたいな。15分で終わるわ。15分で聞くと終わるわ。10分ぐらいで終わるわ。終わるわ。10分15分で終わる。運が良ければ、合意。まあ、運が良ければね。ただ、スロット打ってるだけでしょ。運がなければ一瞬で終わるじゃん。飯も食べれない。公園の水も飲めれないみたいな。ああ、なるほどね。いや、違う。そういうのじゃない。俺が言いたいのハートフルなのがやりたいです。女の子とかもっとなんか、もっとね、もっとタフなやつがいい。タフで、感動系がいいです。友情がなんか深まるみたいな。リスナーさんとの。まあ、泣いたわ、みたいな。不覚にも、みたいな。そうだな。好感度上げたいです。和道的には、はい、死んでも OK？ いやね、それダメ。全部、まあ、勘弁してください。めちゃくちゃやろ。縛られるんだよな。なんで誕生日の次の日に死んでも OK って言われるんですか。行きたいですよ、僕。いや、だから、ま、違う、それぐらいの心意気なのかなと思って。参考までに。参考までに、まあ、ギリギリ生きていきたいですね、まだ。あ、まあ、命はってこと？勘弁してください。じゃあ、まあ、とりあえずそうだな。ないかな、なんか。あ、でもこれ2番煎じかな。新宿かなんかにさ、はい。ホモのさ、サウナあるじゃん。24会館だっけ。あります、あります。あそこに潜入。放られる。発展場。いや、違うんですよ。僕、家の目の前に銭湯あるんですけど、うん、そこ発展場なんですよ。はい、昨日、ゲイにずーっと見られてたんですよ。うん、3人ぐらいのゲイ。じゃあ、やろう。それやろう。やろうじゃなくて。音声だけ出して、映像ダメだから。掘られていい。ロハコさんも、ロハコさんも。あ、何かあった時にロハコさんが。いや、ロハコさん。チケットで。スケットの意味がわかんないですよ。なんで 3P なんなんで 3P なんですか、あれは。あれ敵になるぜ。うん。敵になります、ね。あれホモだもん。ホモですもん。でもそれいいじゃん。24会館とかで。いや、和道が、はい、ナンパされるか。いや、僕、ゲイ受けすごいですよ。ゲイ受け半端じゃないですよ。だいいじゃん、それで。だから、そのところに女の子が感動したとか、好感度上がる要素がどこにあるんですか。で、なんなの女の子の好感度とかさ。いや、だから、もうちょっと叩かれすぎなんですよ。もっと好感度、ね。俺の企画で女の子はゾンビ気するわ。そうですね。そもそも鮫島君の方、はい。ね、あれを分かってない。なんか、でも最初の頃はなんか、アメリカ人との友情が深まるみたいな感じだったから。うん、やっぱそうよ。でもアメリカ人がやっぱ体弱いっていうこと。まあまあまあ。ね。まあ。やっぱね、家庭もあるし、仕事も、ね、って言ったらやっぱ、まあ和道しか無茶できないわけよ。はい。じゃあなんでその100キロ歩いて出会うか奇跡が起こるかみたいなのが24回間でゲイ、ワドとアメリカ人でどっちがゲイにモテるか、はい、で俺も手に入れるじゃん、監視役で。じゃあ2丁目とかに行ってってことですか。違う、24回間だよ。怒られるんだよお前ら。やだって絶対やだよ。いや、それが限界だよ。もうちゃうんですよ。僕知ってるんですよ、ブーツだけ。ゲイの人って、足首、リストバンドあるじゃないですか、うん、ロッカーのキーの。あれを足首につけてる人が、ゲイのアピール。足首につけると OK なんだよね。そうです。足首につけるんだ、お前ら。もう、立ちか猫かで今かってば、そう全部わかる。左につけてるか右につけてるか。立ちでもいいよ、猫でもいいよ。好きな方選んでいいよ。いや、もう自分が好みの方で。いや、ないっすよ。絶対猫やったら最悪や。もう掘られまくるやん、それ。あ、俺はどちらかというと猫選ぶけどね。うそ、ん、そうなの。僕どちらかというと、ワトさん猫なの。どちらかというと猫っすね。ワトさん、じゃあロハコさんでいいじゃん。じゃあ、そしたら、じゃあワトさん、ロハコさんと FC2 配信。やだ。なんで友情が壊れる。友情を愛情に変えればいい。いや、ダメでしょ。大丈夫でしょ。やってけなくなるぞ。友情の次愛情があるんだよ。いや、ロハコさん知ってます？ゴサブ事件の後、リスナーさんと、うん、もう30人ぐらいとパコってるんですよ。あれからゲイがゲイを呼んで。ロハコやりまんだな。やりまくってるんですよ。ロハコやりまんじゃねえか。やりまんじゃねえか、あいつ。やりめんですよ。本当に。あ、そう。ロハコは猫なの？タッチなの？ロハコさんシャブですよ。シャブ戦です。ああ、そうか。立たないもんね。そうです、そうです。何の話か分かんないけど。そうっすね。よく分かんない。じゃあいいじゃん。
ワドはロハコと、はい、ワンナイトラブ。いやだって。じゃ死なないじゃん、でも。死なないけど。じゃあ、何、死ぬのは嫌です。鮫島さん、手本見せてくださいよ、手本。え、あの、手本、いや、俺悪いけど、ロハコにしゃぶらせることはできるよ。マジっすか。できるよ。その代わり、お前やんなきゃダメね。その後、お前あれだろ、掘るんだからな、お前、ロハコ。俺が見本見せたら、絶対やれよ。お前絶対やれよ。いや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 。いいよでね、俺は見本見せられるよ、簡単に。すげえなぁ。いやぁ。俺簡単にやっちゃうよ。人も簡単に。いいの？え、射精できるんすか？さあ、フィニッシュ行くんすか？じゃあ、それは行くんじゃない？ロアコさんシャブうまいもん。まあ、そうっすよね。プロっすもんね。フェラチうまいもん。そうっすよね。ロアコさん。うん、すげえな。いいの？俺が見本見せちゃったらお前絶対やんなきゃなんないんだよ。それも俺よりも究極にやばいことやらされるよ。僕も仕事があるんで。ロアゴの顔に感謝とか。僕も仕事があるんで。いや仕事はないよ。コメントでロハコは汚いからせめてアムチンにしようってなってる。アムチンならいけるかもしれないな。アムチンならアムチンは全然いける。全然いけます。アムチンいけないわけがないじゃん。いけないわけないですね。むしろなんかちょっと。いけないわけないじゃんね。ちょっとありっすよね。アムチンなんかもう全然もう、ジュルリですよ。ですよね。配信でも、配信できないよね、ロハコさんとかアムチンに。アムチンでよくないアムチンでよくないだからもう、やっぱそこに対してほらさ、うん、やっぱ知り合いだと、確実が出ちゃうから、はい、やっぱその後のね、うん、展開がさ、やっぱ恋愛になっちゃうから。そうっすね。うん、だそう考えたら、はい、まあ、とりあえず2、4回間だよ、はい、で、まあ、一応4000予算あるからまあちょうどいいぐらいですねちょうどいい塩梅じゃん。ちょうどいいですね。うん、それかロあの手錠で手1個ずつ縛ってロハコさんと、うん、まあ、でそれで、お持ち帰りされる。わかる？そこでいいな、自分の好みの男を見つけてその人の家まで行ってそこで配信。どうよ。チェックしてる。配信 OK な人を探してて、自分のタイプの男子を見つけるわけ。鮫島企画の専属タレント。くどいて、そう、くどい、ナンパ、ナンパ。鮫島企画のタレントいなくなっちゃいますよ、こんなことやってたら。いや、お前らがね、言っちゃえば俺のね、稼ぎ頭なんだから。稼ぎ体張ってくれよ。頼むよ。いや。ロハコハウス、テラスハウスみたいにロハコハウスで、うん、ね、マジ頼むよ、稼ぎ頭なんだから、ワドなんか特になんか一発目きつすぎるんですって、うん、きつくないじゃん、死なないでしょだって死ぬ企画だよ、本当だな本当だし、あの、例えばほらさ、何ていうの、はい、ほらゲリラライフとかの時に、はい、ゲリラ豪雨とかの時に、はい、わざと4メートルの単管を持って配信とかね、はい、雷に打たれてみるとか。いや死ぬからそれだからそういうのしかないもん。もうでも死ぬの嫌だって言うから悩むじゃん。結局もう塩持ってなんとか償うみたいな、もう塩テーマになってる感じ。いや、まあ、やっぱね、死ななきゃ面白くないと思う。死ななきゃ面白くない、うん、今日はもう極論だけどね。ただのサイコパスじゃないですかそれを言っちゃおしめよ、うん、それ言っちゃおしめよ。ただのサイコパスですよ。ただのサイコパス企画。うん、まあ、でもね、今からの時期は、ね、うん、ほら雷とか結構多くなるから、はい、サバイバル生活だったら体とか大丈夫じゃないんですかね。どっかサバイバルがなかなかできないんだよ、うん、できないんですか。うん、もうコンビニも禁止で、まず火起こしがNG だから。ああ、うん、そう、うん、まあ、だバーベキュー会場とか借りればいいけど、まあ、夜中は入れないし、はい、うん、なんかキャンプ場とかじゃぬるいんですかね。ぬるいでしょ、うん、ぬるいですか。そんなぬるいでしょ。ただの楽しみだから、うん、そんなぬるいでしょ。ただお前らに歯磨きセットだけ持たして、はい、48時間生き抜けっていうことだよ歯磨きセット何の役も立たない。歯は磨いとけっていう。ただただ口臭がなくなるだけ。そう、歯は磨いとけっていう。うん、腹減っ
って歯磨き粉食べるだって4000円だよ、あの企画のその予算中学生ですよ、4000円って。4000円だもん、無理だよ。4000円ってやっぱやれるコツ限られますもん。あ、わかった、ワド。はい。すごい低予算でできる。なおかつ危なくない。ほうほう。いいっすね、いいっすね。一人かくれんぼ、配信。うわ実況。で、だからアメリカ人とワ、まあ、ワドの部屋で、はい。一人かくれんぼ。はい。え、どういうことですか？和道さんの家に行って、二人で。そうそうそう。まあ、ワンルームだからすぐ見つかるけどね。だって僕の部屋めちゃめちゃ狭いっすよ。でも、だからそこを何とかすんだよ。二人のそのタッグで。タッグで。で、多分俺はあんなの呪いなんてないと思ってるし、はい、ぶっちゃけ、まあ多分和道も信じてないと思うし、はいはい、そんなの。はい。あの、朝方言ってた、あの、うん、和道さんを手錠はめて目隠しして、うん、あの、鍵を探して開けるってのも、そうですけどね、うん。そしたらもう何人か参加できますけどね。いやー、まあそうなんだけどさ、やっぱ犯罪になっちゃうね、手錠とかは。あ、そうなんですか。結構ね、そのか、まあ監禁とかさ、なって通報が入った時よ。まあ、まあ、完全に警察が入ってきたら、軟禁されてる。警察が介入したらめんどくさいから。めんどくさいですね。だから一人かくれんぼにしようよ。まあ一人かくれんぼ。ガチなやつ。あの、なんかさ、はい、日本人形でやろう。一人かくれんぼが僕よくわかんないんですけど。どういう。あ、だから、インターネットで調べてる。一人。だからなんか、の人形に髪の毛とお米入れんだ。え、なんで人形にお米と髪の毛？あ、じゃあな、お米を入れて髪で縛る。なんか、縫う。で、なんか血みたいなの垂らすんですよね。そうそう、なんかそう。それでなんか、水の入った洗面器かなんかに入れて、部屋真っ暗にして、なんかテレビだけはつけとくんだよね、なんか。怖っ、何それ。で、そんでなんか言うんだよ。お帰りくださいとかなんか言った、はいはいはい、で、隠れると、まあなんか霊現象が起きるという。はい、怖っ。それこそそれ。まあ、あれは俺は嘘だと思ってるし。それでもちょっと、なんか、ホラーだし、なんか検証で面白そうですね、なんか。俺絶対面白い。赤い糸だっけ？赤い糸で縫うんだよね、確かね。ちょっと熱くなってきたから、心霊系の配信。そう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 。いいっすね、いいっすね、心霊。そう。いいっすね。ただ体力じゃなくて精神が削られる可能性があるけど。でもそれは面白いじゃん。見てる側も。はい、見てる側も面白いですよね。だからそれはもう見てる側は部屋を映してるわけよ、カメラで。はい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 。で、まあ何かしらその霊現象が起きたりとかしたら、はい、これやばいんじゃないかと。これもう。窓死んじゃうんじゃないかっていう。やばいっすね。ヤフーいや、多分ね、ガチでやるの。ガチで。本当に。はい。芋貝を100個素手で握りつぶす企画ってのが。地味だな。地味だな。いや、でも面白いと思う。そう、人形の中にお米いっぱい入れて、そう、自分の爪かなんか入れるんだよ。自分の髪とかを。ほう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 。で、赤い糸で塗って、なんか、お風呂とかなんか水の中に沈めて、ってやるとなんか、はいはい、そう、水が、なんていうの、なんか床に水の跡がついて、その人形が探し回るとか。うわ、怖っ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 。何それ何それ。怖っ。座敷わらしが出る。ああ、なんかあったね、昔ニュースとかであったよね。今もうやってないんじゃない、あそこの旅館。ちょっと僕調べてみます。うん。だからそういうガチの心霊系。はい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 。は面白いと思う。もうちょっと面白いですね。だからそれを例えばどっかできる廃墟とかでもいいよ。はいはいはい。で、定点で、はい、まあ、だいたい2時ぐらいにやるんだっけな、だから牛三つ時の2時とかにやって、はい、で、夜明け前にその、はい、呪い、なんかそれでなんか解除する方法があって、それやんないと、はい、まあ死ぬと。死ぬんすか。うん。でも呪いなんてないから。岩手県にありますね。うん、へぇ。でもまあ予算4000円だから、うん、料金は、うん、お一人様1万2000円です、ね。もちろん、あの、料金、ね、うち、ね、自腹って言うんだったらそれは構わないよ、全然。うちはもう、あの、温泉だから。鮫島さんもそこに泊まりますか、うん、座敷わらし、出世するらしいですよ。うん、だって無職に出世する方法はないよね。そうですよね。あ、なんか宝くじ当たるとかあるんじゃないですか。何だ、宝くじも買ったことねえし、俺。買ったことない。俺、出世しようがないじゃん。なんか、金縛りあったとか、
まあそれも不思議な光映るとか、そうだから、そのあのだから要するに一人かくれんぼやってなおかつ廃墟みたいな場所で朝まで過ごすとか。ああ、怖いですね。多分部屋じゃなくても一人かくれんぼできると思うのよ。例えば夜の公園とか、うん、はい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 、はい、で鬼ごっこ、かくれんぼじゃなくて鬼ごっこすると、そのひたすらそのぬいぐるみに追われる窓を見ると、はい、でなんか包丁持って追いかけてくんだって人形が。うわ怖っ。ザッキーじゃないですか。うんうん。で、普通に考えて、ぬいぐるみが動くわけないじゃん、そんなの。はいはいはい。筋肉とかもないし。はい。うん、実際ね、だってそういうか、ね、エネルギーもないのに。はい。そんな、ね、動くわけないから、そんなもん、まあ、唾だと思ってるから。うん。うん。うん。俺も夜中の墓でも寝れる。全然寝れる。うん、山形、秋田、福島、群馬。だから、とりあえずね、あの、出張は無理よ。うん、出張はまだ無理。無理無理無理。うん、こんなんだって予算4000だよ。うん、こんなん2人で4000だよ。だからとりあえずアメリカ人と和道が、はい、まあ、和道の部屋でやればいいと思う。狭い部屋で。じゃないと面白くないから、追われないと。はい、追われないと。人形なんで動かないっつってね、動く前提なんかよくわかんないですけど。いや、だからもしもね、もしも動いたとして。はいはいはい。はい、うん、絶対お前ら全速力で逃げるから。逃げますね。いや、怖いと思うよ。普通に動いたら。うん、ダメ。それは。逃げちゃダメ。向き合って。はい。うん。それか、もう、サファリパーク行ってライオンとタイマン。ただこれやると、すごいお叱りが来るから。はい。うん、まあ、俺は尻尾切りやって、俺死にませんよってとぼけるけど。まあとりあえずだからまあ一人かくれんぼとか、はいはいはい、まあ、呪いの類をいっぺんにやってほしい、はい、いっぺんに。ああ、なんか10個ぐらい用意して検証してくる。そう、まあ、まあ3個4個ぐらい用意して、はい、うん、僕あのヌーベイのやつで3人、うん、はいはい、部屋の角3人立って一人一人タッチしていくやつ知ってます？ああ、あの4人でしょ、4人で、あの、あ、そうそうそう、あのあったね、はい、うん、あのなんか山荘かなんかで、そうですそうです、で、タッチしていくんですけど、あったあったあった、ずっとループしていくみたいな。そうなんだよね。あれ怖いっす。でもさ、まあ怖いっちゃ怖いけど、でもそれは映像的にだって真っ暗じゃないとダメなのね。ああ、そうですよね。そういう怖さですもんね。うん、だから例えば、そのね、一人かくれんぼの時にろうそくを5本立てておきますと。はい、まあ端っこの方とか。はい。そして、はい、カメラそれ映してて、ろうそくが消えるなんてことないんだから、それは。風が吹かないと。まあ、そうですね。うん。うん、のりこさん来たよ。あ、ワード2。うん。うん。だ、それはどうよ。それいいっすね。そんで、もし、ガチでマジで何かあったとして、はい。ワドさんはどう対処するのかなって。さらに、コックリさんも乗っけますか？あ、もう乗っけますよ。乗っけますよ。コックリさんも乗っけるし、はい。あ、その前日は墓石にパンチしとこう。墓石にパンチ。ただのそのパーティーあたりなことをするです。あとお地蔵さん蹴っ飛ばしたもん。なるほど、うん、だから和道さんが、はい、その前日までに悪行をやっといてほしい。そういうの呪いを振りかかる何かをずっとやると、そうそう、もうわざとそういうことで墓石に正面引っ掛けるとか、はいはいはい、あのそれを配信外でやって、もうそれ、まあ、あのそういうなんていうの、あのそういうあの積み重ねといて、はい、呪いをそっちの方が面白くないですか？うん、で、ガチで、はい、いや、それは配信外でやって、やっぱ迷惑になっちゃうから、お地蔵さん蹴っ飛ばすとか。なるほど。うん、もうどれがたたりだか分かんなくなりますよね。どれが原因かな。たたりが起きるような可能性。はいはい。そう、あの、ご神木の枝折るとか。折るとかね。うん。うん。分かります。それとはもう、うん、それは部屋に逆さ十字飾っとくとか。はいはい。すごい、あの、積んどいて、そう、はいはい、カルマ積んどいて。カルマ積んどく。悪いありがたい札を燃やとか。はいはいはい。私は自分の家じゃないから。まあ、ちっちゃいことを積み重ねないとダメだから、そういう。積み重ねで。悪行。生きてる人間が一番怖くて、幽霊なんて怖くないんですよ、実際。死人には何もできないんですから。本当にお化けはいるかいないかっていう。そういうこと、そういうこと、その検証ですよ。なまずだから、その近所の破壊式ぶん殴って、はい、で、お地蔵さん蹴っ飛ばして、はい、で、あと、まあなんか、ね、ありがたいお札燃やして、ご神木の枝折って、で、ご神木の枝折って神主をカツアゲして、でね、ばあちゃんの術引きちぎったりとかばあちゃんで、ロハコさんにしゃぶられて悪24回間でゲイとパコって、うん、ゲイナンパして、はい、
でもだからその悪行積み重ねての一人かくれんぼ、はい、果たして呪いは存在するのか、はいはい、あー、おんねー、そう、じゃがりこに10円玉入れたり、はいはい、そう、つまようじでしょ、いや、つまようじだっけ10円玉ってどういうこと10円玉じゃなかったんで、なんかいっぱいあるから、いっぱい積み重ねて、そういう悪行、はい、もうどんどんの、そう、ドローン飛ばしたり、はい、賽銭箱なりちょんめげたり、はい、うん、あの冒涜して神を、神を冒涜で、急斬牧師にひたすらもう、はいはい、鬼畜になって、そこは下道、下道で、はい、じゃあ僕まずとりあえず急斬牧師の家でデスメタル聞きます。あー、いいね、いいね、急斬牧師のね今回でデスメタル聞いて、はい、デスメタル、はい、で言っちゃえばあの聖水の中に正面入れたりはいはい、そうサタンで、もう神と仏に喧嘩打って、はい、でそこからの一人から本当にここまでした下道が本当に呪われるかと、はい、はいはいはい、うん、なるほど、でオウム真理教に入信して、はい、アレフに入信してアレフに入信して、うん、はい、捕まりはしないよな、大丈夫だよ、うん、だから捕まらない程度に悪行重ねて、わかりました。じゃあいつできますそれ、うん、捨て頃あとやりますか、じゃあ、いやもう今日やっちゃうよあと40分で2時なんだし、適当に適当に早い方がいいんじゃない、雑サメジロさん、雑雑だって、まあ、雑って言われて もうだんだん車出すのがめんどくさくなってるだけでしょそれ。え、じゃあ何、どっかでやる、どっかでやります、ちゃんと企画っぽくやりますよ、サメ島企画。あ、なるほどなるほど、やっぱりこれからも あれは、うん、コツモトンネルの井戸の中に入る、うん、なんでああいいじゃんっていいじゃん、そこまで俺車出すし、オカリナさん、ああいいじゃんって言ってます、あのね、うん、コツボトンネルに、はいはい、まあ、ちょっと井戸がポツンとあって、はい、そこを金網で囲まれてるの、怖っ怖っ怖っ、俺言ったけど怖くはないよね、ほう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 、ただなんか変なのいた、なんか変な物音がガサガサってして何もいないのに、怖っ、だからそこで井戸の中に入って朝まで、はい、朝まで井戸の中で1分でも辛いのに朝まで、朝まで、もちろん、あの待機してます、スタンバってます近くに、まあそれはそう、スタンバってる方が美味しいですよ、万が一のために、はい、それやりましょう、それやりましょう、うん、それがまあ一人かくれんぼだ、もう本当悪行重ねてくんないとこれ意味ないからはい、本当に、はいはい、まあだから、まずだからご神木とか折ってきてよ本当にくんだよね本当に、いやもうそれでさ、あの本当に一人かくれんぼやったら人形動いたら笑うよね、もうあのワードを探してるみたいないやまあ結構やば僕ら引いてますよクローゼットの中でワードみたいな、人形が包丁持ってさ探し回ったら俺めっちゃ笑うと思うワードを刺されてるしみたいな思い組み立たれてる人形にお前なんてことすんだってお前はなんでご神木おったんだいや、まあ、お地蔵さんのお供え物食うとかさそうでも面白いこれ一人かくれんぼは、はい、これやりましょう了解、絶対に、はい、あの墓のお供えだけで人は二日生きてるそれ面白いそれ面白いあれね、はい、あの言っちゃえばそのお彼岸とかに墓のお供え物で、はい、今日は1週間生きられるか、はい、早くしないと腐っちゃうからそういうことで、賞味シングルは熱いわ、早くしないと死んじゃうぞと、はい、でも死人は食えないから俺が生きると、はい、これ面白いだからあのお墓参り来た人をちゃんとあ、わかったわかった、はい、アメリカ人面白い、お墓のお供え物だけを食べていい旅配信ただバソドロじゃないですかゲド、うん、それでも窃盗罪にならないですか、墓荒らしだ、墓荒らし多分捕まる多分ってか絶対窃盗だよいやもう窃盗罪ですよねでもね、おまわりさんには言い訳できんだよ、うん、僕死んじゃいますよ僕死んじゃいますよって僕これ食わなかったら死んじゃいますよ、それでもいいんですかホタルの墓みたいになってきますそうそう平成なのに生きるか死ぬかなんですって、うん、
あ、いいね。新宿歌舞伎町の廃棄物、廃棄物で1週間人は生きられるか、腹は壊さないか。腹壊すやろ、壊しますね。まあ時期的にね、うん、それか、和道はまだ、うんうん、まあ、ヘリウムガスばっかみたいになって、うん、和道は成層圏を超えられるか、うん、それやりたいよ。でもバルーンいっぱいつけるの4000円、4000円か、4000円じゃきついな。4つぐらいしか風船できねえな。4000の風船で和道さんって空飛べるんですか、うん、あ、じゃあ4000円で、はい、船が作れるか。船、多摩川横断みたいな。なんかペットボトルいっぱい集めて、ペットボトルでボート作って、みんなで乗って江ノ島渡れるかみたいな。多摩川から海まで行けるか。はいはいはい、それ面白くないですか。うん、それいいじゃないですか。キテレツ、キテレツ大百科みたいな言い方作って、どこまで行けるか。撮影許可なんでね、多分。あと、もう多分河川でそんなことやったら、うん、消防隊来るよ。え、なんでですか。水だからな。ダメだよ、あれは。ダメなんですか。遭難って言われたら大変なことになるもん。うん、ほんでね、沈むよね。だって、大人2、3人乗っけれるって結構な数いりますよ。そうだな、結構な数いるよ。うん、だから、じゃあいいことも、やっぱり一人かくれんぼだよ。で、ぬいぐるみにオフビーターされてるワードを見る。それで、ご神木折ったり、破壊し、蹴っ飛ばしたりしてるワードに、ガチで説教されるんだよ、ぬいぐるみが。ワードに、お前なんてことするんだって。で、正対しながら、すいません、企画なんです。っていうのか、やっぱ一週間、お供え物で生きていけるか。いいね、お墓は面白いと思う。ほんと、罰当たりですよ、ほんとに。サメズさん。でも、でもね、アドム君、はい。罰当たりなことが面白いんだよ。普通は人やらないんだよ、そんなこと。もうやらないよ。だから、そのお墓にお供えられてる、ね、ビールとか持ってアンタッチ行くわよ。そう。ああ、いいね。そう。ぬいぐるみ見せつけるのね。俺はこんなことやっちゃうんだぞ。ワイズだろ。ね、ぬいぐるみを引き連れて、うん、テントみたいなぬいぐるみ引き連れて、はい、怒る。もうさすがにぬいぐるみももういいよお前って、うん、いい加減にしろよ、はい、お前さすがにやりすぎだよ、さすがにお地蔵さん蹴飛ばすのはやりすぎだよ、うん、でもやりましょう、ファドルさん、はい、ゴー行きましょう、うん、だ本当に果たしてぬいぐるみは説教するか。そうですね、だから一人隠れ、一人隠れ、どうなことやって、うん、一人隠れんも、うん、なんとりあえずだから実行日までにご神木折る、はい、お地蔵さん蹴っ飛ばす、はい、破壊しにしょんべん、はい、あとなんだろう、お供え物食べる、お供え物食べるあとなんだろう、あと、あ、わかった、うん、お葬式、お通夜やってる場所に、はい、勝手に参列者として行く生前お世話になりましたって言って、はい、で果たして受け入れられるか、はい、香典もきちんと、香典もちゃんと包んで5000円くらい渡して、4000円あるから4回チャレンジできますよ、うん、4000円渡す人いないでしょ。じゃあ1000円ずつ、じゃあ4回チャンスあるの、お証拠を果たしてできるか。知らないお葬式に参列できる、そうそうそう。でも、なんか、親族側からすると、知らない人が来て名前書いてたらスルーさせますよね、多分。ありがとうございます、みたいな。どうなんだろうね。だって、受付の人がどういう人か。だから、それも、うん、あの、喪服着ないで、ラフな感じで。ラッパーみたいな感じ。いつも通り、あの、リュック背負いながら。旅人っぽい。黒のデニムに黒の T シャツ着て、そうそう、ノートパソコン持ちながら、はい、皆さん、この人が死人の顔芸です、安い葬式ですねとか言いながら、どんどんそのたたりっていうかさ、最低積み重ねてくんないと。本当に罰当たり、本当に。罰当たり。本当に罰当たり。だから、まあ、もうそろそろのお彼岸っていうか、あれじゃん、はい、そんなやつ、じゃあ、どれさんいらっしゃい。いや、だからさ、どれさん。はい、一番じゃない、一週間、お墓のお供え物で、生きていく配信、はいはい。で、だから、ビールとか供えられてたら、KP するんだよ。ありがとうございます、なんとか系とか言いながら。
山下家、あ、おじいさんありがとうございます。あんたたちが余計に。いつも、いつも花火ありがとうみたいなテンション。そうそう。ありがとう、まんじゅうありがとうとか言いながらね。山本さん、まんじゅうありがとうねとか言いながら。俺ね、サメ島さんはね、なんか漫画家なんかの構成作家とかになったもんね。コントとか。でも面白いじゃん、絶対。あの、ガチでやらせようとするのはきついって。だってやらなきゃつまんないじゃん。うん、それか、はい、和道さんも1週間、魚以外食べちゃダメ、はい、魚って言うんだよ。あ、それ面白いですね。うん、あ、それだったら私もできますね。それ面白い。それやろうよ。そうなんだよね。1日とか。ただ、ぬるいから。ぬるい？ぬるいじゃん。だって魚釣っちゃえばいいんだから。はい。手づかみ泳いで、素潜りで。ありよ。あの、槍とかで。いや、森はね、使えないんだよね。許可がないと。あ、そうなんだ。うん、あの漁協のね、許可がないと森は使っちゃいけないんだ。ダメなんですね。そう。あと多分水深何メートル、あ、そっか、あれはスキューバーダイビングの例になるのか。うん。それか、もうあえて、もう道頓堀の川底に沈んでるゴミ全部製造。ボランティアで。4000円で行きますか。4000円で行けるってね。だってね、シュノーケルと水中メガネだけ買えばいい。あとフィンか。で安いの買えばいいし。交通費は自分歩ってけよ。100均でいいよね。子供用ので十分だよ。そうだって100キロの企画よりきついじゃないですか。歩いて行けってなんすか、大阪。じゃあやっぱ和道さん、やっぱあれだな、一人かくれんぼがな、一番ぬるいのは。で、それを多分部屋の、まあ、カメラみたいな、そんなんやって、はいはい、天井からこう。で、まあ、ろうそく4本ぐらいやって、はい、で、ね、もうぬいぐるみが血まなこになって、ワドを探すと。そんで、見つかったワドはもう正座させられて、はい、往復便出されるんでしょ、ぬいぐるみに。ぬいぐるみ。このバチ当たりが、つって。はい。いい加減にしろ、お前って。お前、いい加減にしろ、ご神木女はダメだろうって。ヒッチハイクはダメ。あのね、ヒッチハイクはね、はい、やっぱダメだよ。うん。一般人巻き込むから。うん、でやっぱね、うん。うん、じゃあ、一人かくれんぼやりましょう。うん。はい。一人かくれんぼ、それやります。じゃあ、この一人かくれんぼ、ちょっとあの、うん、アメリカ的なノリで、やり終わったら指名してバトンタッチしていくみたいな、なんか。うん、あ、何？配信者で？そうです、そうです。次の人、この人つって断れないみたいな空気作りましょうよ。うん、それいいんじゃない、それいいんじゃない。はい。うん、だから、私、和道さんの家に、はい、あの、まあ、金曜の夜と、うん、まあ、もしあれだったら土曜日か。そうだね。まあ、早くアムチに連れて行くんで。ああ、じゃあ、そうだね。まあ、うん、まあ、だから、3人で一人かくれんぼだって別に一人じゃなくてもいいのよ。あ、そうですよね。怖いからね。まあ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 、逆に、まあ隠れる場所ないけども、はい、オタク。そうですね。ないけど、はい、あ、それか、はい、ロアコさんと鬼ごっこ。絶対勝てるじゃないですか。まあね。じゃあ、わかった。じゃあ、はい、24会館で、はい、僕を捕まえたら好きなことしていいですっていう鬼ごっこ。絶対1ぐらいだよ。アムチン黙ってロハコさん家に、うん、あの連れてって愛は生まれるか検証。あ、やばいよ。でもそれやばいよ、ロハコさんやっちゃうよ。やっちゃうよ。手早いもん。手早いよ、本当に。やっちゃうよ。早いもん。あのアメリカ人分かってないよ、それ。本当に早いよ。分かってない、ロハコさん。うん、ロハコさん成獣だからだよ、本当に。うん、完全な成獣だよ、あれ。本当にうまいから、ね。ゴジラだよ、ゴジラ。ゴジラさ、うん。やばいよ、本当に。絶対連れてったらアウト。だから、いや、ほぼ10人で追いかけっかどう。やつ。しかも体育会系。いやいや、もう絶対やつ。じゃあね、ワノが、だからあれだよ。AV であるじゃん。ホモに捕まったら。はいはい、ホモに、はい、ホモから逃げたら100万円みたいな。知らない。そんな AV 見たことないっす。ないの？ない。見ないよ、普通。そんな借りたことないっす。そんな見たことある。どうよ、まあ、一人かくれんぼが一番低予算でできるし。そうですね。一発目。人間にドキドキすると思う。そうですね。うんプラスワードは、賽銭箱の中にションベンとか、その配信外で、コツコツと刻んでほしいから。なんでプライベートで犯罪しないといけないですか、僕。うん。まあ、カルマ、悪いカルマ積んでおきます。そう、カルマっていうかね、もうその、うん、悪行を積み重ねてもらって、はい。で、もうカンストまで貯めるわけだよ。はい。ゲージを。はい。ほんで、もう、ブチ切れる手前ぐらいにしてもらって、
で、一人かくれんぼでブチ切れさせると。はい。悪霊を。はい。金曜の夜って大丈夫ですか？金曜の夜。いいよ。金曜の、そうだね。いいよ。だじゃあ土曜の2時ぐらいか。そしたら。あ、朝方のですか？牛三つ時。1時半。金曜の夜だったら、まあ夜の金曜の夜中でいいんじゃないですか？あ、金曜の1時半ってこと？そうです、そうです。全然それは大丈夫。あ、本当？はい。じゃあ、それまでに、はい、じゃあまあ、破壊し、まあね、しょんべんかけたり、はい、地蔵を蹴っ飛ばしたり、はい、お供え物盗み、あの、ほら、はい、よくね、路上にあるじゃん。はい、あの、惹かれて死んじゃった人とかの、あれを食ったり、花をね、踏み潰したりとか。はい、私も、ただの違いだよね。踏みます、踏みえ。あ、踏みえね、そう。踏みえ。あとはそうだな。もう、キリスト教、あの、イエス・キリストの絵に、はい。落書き、もう、あの、全神様に敵打って。地球その。全神様に敵打って。例えばさ、あの、はい、インド人の前で、はい。豚肉を食うとか。うん。はい。あ、ユダヤ人の前で、はい。牛肉かな、はい、を食うとか。はいはい、もう、そういう、もう、本当に冒涜。で、教会行って、ユダヤ人は別に怒んないでしょ、目の前で食べても。そう。あの、十字架に、十字架の真似するとかね、はい、イエス・キリスト貼り付けの真似するとか。絶対怒られます。それで、あの、金曜までにそういうの下準備しといて。はい。わかりました。それとか、モルモン教徒の諸女の信者の女の子を犯すとか。はいはい、ああ。あの、この前、配信、うん、あの、リアトツも出たときに、うんうんあれどこだったっけな、あの血を渡してはいけないところってどこでしたっけ、血を輸血できない。エホバの証人の人がいたんで、私、喋りかけたらガチで入会させられそうになったんですよ。うん、そう、エホバは確か輸血ダメなんでね。エホバか創価学会に1回だけ入会してみるとか。うん、いや、僕、それやったことあるんだけど、ねうん、創価学会は神対応だった。そう。うんそれもやばいやつなんですけど、やっぱ一回入ったら。いや、全然。いや、全然。やばくないんですよ。今ね、創価学会員でね、すごい信者減ってるから、うん、年に2回とかしかできないんだよ、脱会、確か。うん。うん、わお。決まってて。うん、それめっちゃめんどくさい。形入ってても別に何もないし。うん。うん、そんなん別にめんど、まあ、めんどっていうか、なんかね、脱会するのにちょっと、書類のなんか手続き、うん、なんかあるぐらいで。インド人だけなんか不浄の生き物なんだよね。なんか牛かなんかどっかが。だからまあとりあえずモルモン教徒の諸女の信者を犯したり。うん、そう。あのほら、あの聖水あるじゃん。あの教会の入り口に、はいはい、あの、はい、それ飲んだり、その中に金魚を放したりとか。じゃあとりあえずもう、はい、あの、うん一番体力使わないんで、やっぱ一人かくれんぼを和道さんの家で結構するっていうので。うんうんうん、で、絶対大丈夫だもん。で、もう、例えばリサイクルショップとかで、あ、はい、これやばそうなぬいぐるみだなっての探して。はいはいはい。あ、そう、それこそお寺とか、あの、墓、うん、そう、あの、お寺とかの、そう、あの、供養されてるようなやつ盗んできて。誰かのために。そう。盗んできて。俺が呪いを引き継ぐと。だから黒くなったドラえもんみたいなのそうそうそうそれとか例えばそうだななんか路上に放り捨てられたぬいぐるみとかなんか怨念がこもってそうなはい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 うん、はい、あ動き出しそうなやつ動き出しそうなやつ、うん、でそれでガチでそれが動いたらマジで神回じゃんはいアナーキーすぎる企画がめちゃアナーキーやパンクスだよいやまあまあやっぱほら攻めていかないとダメなのよ企画ってはいね、そんなもう旅配信なんてみんなやってるし、はい、でもじゃあ低予算で何ができるかと、はい、うん、はい、そう、はい、ね、カンボジアの地雷撤去とかも面白いけど金かかるし、金かかる、地雷を踏んだらどれぐらい吹っ飛ぶかとかね、いやもうそれこそ手と足なくなるじゃないですか、ね、それはちょっときついじゃん、やっぱいろいろ、はい。まあじゃあ一人かくれんぼがいいかもしれないですね、そうですね。うん、はい、ハリセミのミノルさん、僕自分で勝手にお前をブロックするね。つまんないんだったら別につまんないでいいよ。佐野さんと比べないでくれる。予算15万、そんなないです。予算4000円です。はい。はい。わかりました。15万だったら結構贅沢な企画できます。うん、はい。15万だったらね、
本当に。最初はジャブ程度なんで、様子見。もう最初はね、様子見で。はい、ワード、まあ、もしかしたら一回こっきりの企画になるかもしれないし。嘘。それはわかんないよ、どうなるか。はい、本当に、マジで、やばいかも。鮫島さんは来るんですか、うん、家で見るんですか。まあ、どうしよっか。まあ、俺はじゃあ、家かな、とりあえず。絶対そういう思うたわ。いや、別に怖くはないんだよ。うん、怖くはないんだけど、ただ、ほら、狭いじゃん、何より。はい、だって、アムチンもいるかもしんないんでしょ。で、しかも俺、13日の金曜日のゲームやんなきゃいけないから。アムチンは27日にご飯食べ行くだけなんで、それ、あ、なんだ。終わったら、多分暇なんで大丈夫なんですけど、26は予定あるって言ってたんですよ。あ、そっかそっかそっか。まあ、じゃあ、まあ、とりあえずアメリカ人とワド2人でやってよ。はい、で、アメリカ人は隠れないで。私は隠れないで、そのずっとパソコンのところとかいたらいいってことですよね。そう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 。で、なんか異常があったらそこを映すみたいな。はいはいはい、はい。アシスタントは狙われないから、基本。そうですね。うん。やっぱ、ワドがだから、罪を重ねるわけですよ。ね、私が証人になるってことですよね。そういうこと、そういうこと。ジャッジする。体験者、体験者。あの不正がないかとか。そういうこと。はい。で、ワドが、その、すごい、やばいことね、その罪を重ねて、はい、狂気の聖水を飲むとか、その悪行を重ねて、ゴーするわけですよ。はい、でそれはアメリカ人は狙われないよ。まあ、じゃあ、和道さん、今週中に、あれですね、あの、うん、どっかの神社かなんかの、罰当たりなこと配信で流さないと、はい、だから誰かの墓の骨壺盗んでこい。骨壺盗む。そう。それを買って。それ、王監督の奥さんがやられてるんですか、ね、奥さんの骨がなくなってるのと一緒。それとか、あの、フレディ・マーキュリーが盗まれたりとかね。うん。だから、その、まあ、どっか知らない人の骨壺盗んで、はい、まで骨壺。はい。うん。はい。骨壺はって。はい。道徳的とかに問題。いや、だけど、ね、そういうことしないと、多分呪いはない。はい。そんな言っても。はい。だから、和道はだから、その、今言った地蔵に、地蔵蹴っ飛ばすとか、はい。うん。はい。お供え物勝手に行くとか、はい。ガチの暗黒配信、うん、暗黒放送になる。そうそうそう。本当にガチでやばいのかどうかよ。はい。その、ほら、ガチでやんないとダメじゃん。はい。遊びじゃないよと。うん、だって私ってだから結局その場でずっと、うん、まあピザとかそういうのわざとに食べてても、うん、和道さんがガチでやってて怒らないとおかしいって話ですよね、一人。そういうこと、そういうこと、そういうこと。まあ言ってもね、呪いってものはないと思うよね。うん。あ、そう、横浜でそんな事件あったんだ。まあだからとりあえず適当に手頃な骨壺盗んで。うん。うん、まあ、それは配信外でやるんだよ、ちゃんと。重っ。骨壺で済む。そう。だから、それは写メしとくの。ツイートもしないで写メして、はい、で、後日、僕こんなことやりました。それでぬいぐるみに怒られましたと。はい、後日談でね、ネタになるじゃん。はいはい。さすがにご沈黙はやりすぎましたと。はい。そう。はい。どうよ。ご神木、斧で降りに行くか。それだから区役所の通り、全部ね、はい、排水溝詰まらせるとか。ちっちゃい頃から、ちっちゃいことからコツコツと。そう、はい。できますよ、お父さん。できないっすね。できないの？で、一つとしてできることがないっすね。はい、あ、一人隠れんぼはできるの？できます。だから、こっちも盗むのは？できないですね。そりゃそうだよな。そうですね。それは無理だよな。そうですね。ちょっと。じゃあまあ、一人隠れんぼだけナチュラルにやるか。そうですね。はい、何時に？2時ぐらいじゃないの？開始多分。そうですね。2時。じゃあ、金曜日にやるんですかね。そうね、金曜日だから、やろうやろうやろう。12時ぐらいにスタンバった方がいいのかな。そうですね。12時ぐらいにスタンバって。うん、で、まあ、4時間後に4時ぐらいに枠取り直したら、それはアメリカ人がやってる。
粛々と。はい。あ、私が和道さんのパソコンでやればいいってことですか？そうです、そうです。そういうこと、そういうこと。OK です、OK です。うん、じゃあ、まあ、一人かくれんぼで。よろしくお願いします。うん、まあ、大丈夫だと思うよ。それだけだと、ちょっと時間持て余すんで、うん、あの、和道さん、こっくりさんでいろいろ。あ、そうだね。別れた彼女さんが今何してるか聞いてみたら。ああ、それもそうです、ね。こっくりさんってどうなのあれ。実際ないでしょ、何も。いや、わからない、私。うん。なんだろうね、なんか、そういう呪いの儀式みたいなのやろう。3つぐらい。はいはいはい。うん。あの、重ねかけよう。あの、重複するか、呪いは。了解です。呪いは重ねたらパワーアップするか。重なるか。呪いは重なるのか。効果が。はい。了解です。呪われよう、和道さん。はい。呪われます。やっぱ呪いだよ、呪い。今の時代。了解です。おかしいって、呪われたくないよ、普通。はいって。本当だよね。ラップ音とか止まんなくなったりしね。もう、アッサイさんに音聞いてくれる。ポルターガイスとか起きてね。はい、そしたら、時の人だよ、ワルドさん。いや、まあ、自分から招いたことだよ、はい。自分から呪われに行くって斬新じゃん。斬新ですね。斬新なに元気ないの？いや、元気なくなりますよ、そんなの。ただ でさえ怖い企画なのに。でも、呪われ系配信者っていないじゃん。まあ、ね、聞いたことないですね。新しいジャンルですよね。新しいジャンルですよ。はい。これはもう、はい、チャンスだよ。はい。ね、僕の家、ポルターガイスト、すごいんですって、はい。で、僕が例えばホテルとか行っても、はい、ポルターガイストすごいんですと。はい。もうこれはもう話広がりますよ。早い話。そうですね。そうですね。ネット社会ですからね。うん、本当に。はい。なんか幽霊が見えるようになっちゃったりね。はいはいはい、はい。じゃあ、それでお願いします。そしたらもう、ロハコさんと仲良くなれるし、もう。マブダチになりますよね。そう、マブダチになれるし。はい。あの、アメリカのコックリさんって結構 YouTube で。あれでしょ、あの、ビジャボードでしょ。なんかぐるぐるぐるって回るやつなんですけど。うん。あの、まあ、とりあえずだから、幽霊見れるようになろう。了解です。霊能力をつける配信、うん。霊能力を身につけよう。はい。なんかすごい力で。わかりました。一応そういうのがちゃんと出るように、あの、うん、なんか、お揚げとか、あの、なんかお供え物を置いといて。そうね、そうね。はい。清酒とか。あと、クッキーとね、牛乳。はい。はい。それ、歯の妖精だっけ。うん。まあ、とりあえずそうだな。和道さんが霊能力を身につけると、はい、これで長期間企画できますそうですね。今回だから今回コックリさんにする。コックリさんにやって、はい、まあ霊能力が身につくかどうかで、つかなかったら次回に持ち越し。ああ、徐々にハードル上がってくるんですよね。徐々にハードル上がってくる、はい、だからもう最悪はもうイタコ修行。イタコ青森で青森で男なのに修行しよう。男なのに男なのにイタコになろう。イタコになる。で、それがダメなら沖縄行こう。そうですね。あの、何でしたっけ、うん、いますよね。沖縄は何だっけな。何だっけ名前忘れたけど。あ、いますね。うん。はい。もうやろう。はい。もう霊能系配信者。はい。僕、幽霊見えますって。はい。ロハコさんと同じだけど、かぶるけど。かぶりますね。かぶります。はい。あ、それが、稲葉物置の101人目になる。100人しかダメ言われとんの。100人乗って、じゃあ100人乗っても大丈夫なら101人も大丈夫だよ。101人目、うんうん。はい。ね。いや、ちょっとガチで、ガチで怖いって。とんでもない人って誰よ。例えば、キボックさん。青森のイタコにとんでもない人を呼んでもらうって言うけど、誰あ、ユタだね、ユタ。沖縄ね。ユタです。誰よ、とんでもない人って。どんな人？適当もない人？小林さんとか。ケネディ、ケネディ。3丁目の小林さん呼んでもらう。ラジ、あ、そっか。そうだな。まあじゃあとりあえず、まあじゃあ一人かくれんぼで行こう。はい、わかりました。そうですね。はい。うん、そんで、まあポルターガイスト出たらめっけもんだし。そうですね。人形動いたら神回ですからね。人形動いたら神回じゃないよ。もう君死ぬんだよ。え、死ぬんすか？人形動いたら終わりだよ。死ぬんすか？俺たちは笑うけど、和尚は、
笑えないんだよ。どうやって死ぬんですか、僕は。多分、呪い殺されるんだよ。ざっくり。呪いの力で。はい。ざっくりなのかな、まあ、リングみたいな感じじゃない。ああ、ギャーうみたいな、心臓発作みたいな。まあ、多分、そんな感じだと思う。宮崎勤を、いた子に呼んでもらう。はい。配信。はい。性犯罪者を呼ぶと。はい。なかなか面白いですね。はい。それから、たくま守を呼ぶとかね。はい。あ、それがいいこと考えた。はい。死刑囚と結婚する。うわ獄中結婚。獄中結婚。女の死刑囚。まあ死刑囚とか終身刑とかさ。はい。まあ犯罪者、囚人。はい。と結婚する。いやなんでなんでいやそれ嫌なんだ。嫌ですね。なんでじゃあまあやっぱ一人かくれんぼ。ですね。ですね。それしかないかな。勘弁してください。やってみよう、一人かくれんぼ。はい。勘弁してくださいって、佐野さん言う以外にも言う人いたし、ここに。いたんだね。まあ、結婚はまずいよな。確かに。誰かわかんない人と結婚。はい。つらいっす。そうだね。はい、そうだね。一人かくれんぼで何もなかったらば、はい。また、コンクリさんとか、展開していこう。そうですね。はい。やっぱ夏は心霊系よ。そうですね。金曜日の。金曜の、まあ、12時ぐらいですね、ワクワク。集合で。はい。了解です。で、その時まで調べといて、一人かくれんぼ、適当に。はい。わかりました。和道さんの家何時ぐらいに行けばいいですか？あ、もう適当に。早めでも遅めでも。いいですか？適当で。はい。連絡ください。11時ぐらいでいいんじゃない？まあまあ。はい。全然、それだったら、まあ、全然行けるんで。はい。うん。で、まあ、2時に、まあ、とりあえず、その通り、手順通りやって。はい。で、まあ、そうだな。まあ、無事に終わるんでしょう。うん、まあ、無事に終わんだから死んでますからね、僕。まあ、私の予想だと何もなく終わるっていう予想。何もないよ、何もない。多分私そう思う。はい、実際。絶対何もない。はい、100% 何もない。はい、だから、和道にはご神木を追ってほしいんだよ。プラスアルファで。むちゃくちゃやよ、俺ことが。いや、だから、絶対何もないもん。なるわけないじゃん、そんなの。やばいですね。うん。じゃあまあ、そういう感じで、金曜日よろしくお願いします。そうだね。はい。とりあえず、だからもう本当に、霊能力身につけましょう。そうですね。やっぱり、オリジナリティを出していきます。いや、そういうこと、そういうこと。はい。OK です、OK です。はい。OK です。じゃあ、わかりました。ありがとうございます。うん、お疲れ様です。とんでもない、とんでもない。すいません。じゃあまあ、準備頑張って。はい、頑張ります。はい。はい、お疲れ様でした。はい、おやすみなさい。おやすみなさい。すいません。ありがとうございます。失礼します。はい。じゃあ続き見ます。出席確認します。手を挙げてください。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バットボタン押してんだよもう。